2000勝ジョッキーで2021年から調教師として活躍を見せる海老名正義調教師。今回のコラムで最近不祥事が続く騎手界に憤りをあらわにしていることが話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。海老名調教師、今一度気を締め直してほしい。海老名正義コラム、ジョッキーの不祥事に思うこと、今一度気を締め直してほしい。トースポ読者の皆様、1ヶ月のご無沙汰でした。調教師の海老名です。いや、本格的に夏競馬が始まりましたね。2歳新馬、千夜、函館、福島、小倉のローカル開催。トレセンの調教時間も朝5時スタートとなり、気温もどんどん上がってきました。こんな時期に気をつけなければならないのは馬の体調管理。水分補給はもちろん、人間と同じで電解質を摂取させたりして熱中症にならないように努めています。もちろんミストを使うなど、厩舎の温度が上がらないようにするのも大切ですね。一方でジョッキーの世界では最近残念な話題が相次いでいます。粗暴な行為や調整ルームでのスマホ使用、具体的にどうこうは言いたくないですが、本当に情けない。意識が低すぎると思います。日本の競馬はファンがあってこそ、震災やコロナ禍などがありながらも支えてくださっているファンの皆さんの信頼を裏切るような行為は本当に慎んでほしい。ただでさえコンプライアンスなど法人に対しては厳しい世の中です。今一度気を締め直してほしい。襟を正してほしいと思います。本当に海老名激怒やんけ。いつも怒ってるよね。海老名はコラムでたまに激怒してるイメージ。コラムで言わずに直接本人か JRA に言ってくれ。海老名正論ぶっても硬派気取っても淡々淡々と竹豊かで台無し。正論を言うのと競馬普及に尽力するのは両立するから。海老名ってトースポでコラムを書いてたのか。池添が調子に乗るくらい上が消えてしまったからな。優しい年寄りしか残ってない。粗暴な行為ってこれ、アンニ池添批判じゃないのか。アンニってか、普通にそのことを書いてるんだろ。わざわざ隠す必要もない。若手はともかく相添さんは救いようがない年齢だもんな。正直エビショーが若い頃だって緩いことはたくさんやってたでしょ。携帯は存在しなかったけど、暴力沙汰とか未成年飲酒だって結構あったしね。昔は昔で岡部なり木刀なり殴ってたやろ。海老名はサンタの格好をして調教したら組合から締められたんでしょ。ファンのためという意識は昔からある。吉富や竹は上がうるさいは暴力的だわで反動で放任になったんじゃねえのか。その結果が今なのかもしれんが、竹が放置してることのしわ寄せが他に言ってるんだわ。ろくに怒らない奴は下からは慕われるけど、結局それだけ。吉富も何もしない系だったわけだが、豊は風紀に関しては正直しかれないでしょ。海老名さんの激怒は必要悪だったんだよね。若手教育できる川田の株がまた上がるってか。教育できてないから不祥事続きなんやで。教育視点なら若手スマホ事件なんて起きないんだよ。舐められてるってこと、川田自身が言ってたもんな。今の若手は言うことを聞かないと、はいはいと表面では聞くけど耳から流してるって。そもそも競馬学校がおかしい感じだしな。今村が楽しかったって言ったら、竹も川田も信じられないと言ってたから、それだけぬるま湯になってしまったんだろ。スマホは昨年もだし、競馬に関しては死亡事故まで起きてる中で、騎手によるあまりにもレベルが低い不祥事だしな。何やってんのこいつらって感じでしょ。控えめに言って、海老名厩舎の初戦は池添だったよな。ここまで言うからには、うちは過去に不祥事を起こした騎手は乗せないぐらい徹底してほしいわ。44にもなる男の尻拭いをするのも逆に甘やかしてる証拠やぞ。いい年した大人が情けないってレベルじゃねえだろ。まあ池添はジョッキーじゃなくてもアウトだしな。川田みたいな怖い人を上にせんとあかんかもな。優雅は外部に対して怖そうに振る舞っているだけで、一部の後輩以外は基本人情派だと思うけどな。雄一がいた時よりはフレンドリーよ。調教師に専念してくれよ。あちこち意見してる場合じゃないだろ。見た目で損してるけど、若手が相談に来たらきちんと話を聞いてくれそう。海老名はなんやかんやで馬券で結果出してるから正義なんよ。本当なら騎手会長が言わないといけない内容だよな。海老名見直したわ。騎手学校もバイトでいいから、1年以上社会で働いたのしか入れないようにすればいい。騎手は技能実習なのってくらいひどいの多いね。日本の文化マナー、社会のルール、一般常識から教えた方がいいんじゃない。中学卒業してすぐ競馬学校、矢印卒業して業界入りだから、精神年齢が本当に中学生のままで止まってるやつが多いんだろ。元関東の対象格として関西のやつらに対しては腹に据えかねているところがあったのかな。スマホ6の時もそうだけど、 JRA が毅然とした処分取らないせいだろ。池添の半月休みなんてバカンスじゃん。最低でも一月は謹慎じゃないとおかしい。44のおじさんが上が甘いので若者を殴る。競馬はファンがあってこそ。
インタビューすら答えないあいつにも言ってくれよ。エビナは厳しかったからな。残念ながら年下連中からは疑われてたけど言ってることは正しいわ。個人事業主なんだからほっとけいう態度やったらもっと上いけたやろうな。エビナは成績残そうと思うたら我関せずが正解よ。エビナも丸くなったな。まあ正論だわな。池添はもう制しとけ。コネ少子化の行き着く果てだろ。川田が今の若手にとってそういう立場なんだろうけど、さすがに年上の池添の尻拭いまではできんわな。ゾエと暁の件は C さんが方々に動いていそうだけどな。豊さんはそういう場合は黙認スタンスやん。日本の競馬はファンがあってこそ、震災やコロナ禍などがありながらも支えてくださっているファンの皆さんの信頼を裏切るような行為は本当に慎んでほしい。収入激減コロナ給付金のあれでタガが外れたんだろ。ちゃんと名前公表して処罰してればこんなこともなってない。揚げ足取りですが、後人に厳しいからは余計かと。コロナ禍云々を言うなら、今の JRA が給付金不正受給から何かしたのかと。文章としての体裁を取り繕うのは構いませんが、触れるならしっかりとお願いしたいですね。JRA を巻き込んだ組織的公金詐取事件なわけだから、うやむやにしていいわけがないだろう。詐欺の控訴時効は7年、まだしっかりと断罪できる。池添はもう手遅れだが、水沼とかスマホ6とか若手ジョッキーは本来なら師匠の調教師が厳しく指導しないといかんわけでしょ。大塚に訴えられたキムテツもそうだが、昔より調教師も弟子を育てるとかいう気がないんだろうね。水沼の師匠何あれ、俺が悪いのってツイートしてるし、もうダメだわ。大塚のに関しては育てようとした結果訴えられたとも見れるけどな。危険騎乗で川田らにも指導受けてるし、なんか危険騎乗も全てキムテツのせいにしてるあたり我慢の限界だったんやろ。スタオンのドーピングですら野放しした中央競馬に期待しても無駄。川田に説教されてる動画を上げたら少しは畑が緩和しそう。レースではわーわー大騒ぎするくせに今回はだんまりかい。不祥事は昔から多かったよな。むしろ窃盗や交通系の不祥事がない分、昔よりマシなんじゃないかとさえ思う。安定感で言えば多分日本にこれ以上のビジネス存在しないからな。公務員見ればわかるように、普通は性根が腐っていく。川田みたいな奴が例外すぎるんだよ。スマホ事件の時に言ってた高田はだんまりか。先輩の池添が怖いんか。藤田みたいな奴が必要なんだな。藤田真嗣見てみろ、暴力人間は繰り返すんだよ。藤田真嗣が辞めてからこいつらドキュンが暴れ出したようで、押さえつけてた藤田は偉大だったな。まあでも海老名とか藤田みたいな、いるだけで萎縮させるような人間は必要かもな。藤田が引退決めた時、唯一事前に話してた一人が竹豊で、彼は何度も引き止めた手のも頷ける。お前は俺と同じで騎手でいないと真っ当に生きられないぞと、騎手でいないと不幸になるとまで言われたけど全てを振り切ったと話してた。藤田戻ってこいよ、今からでも遅くないぞ。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。